はい、ネットビジネスをしていて商品売れば、あ、小銭稼ぎですかってバカにされたりね、 YouTube でいろんな話題で投稿すると、あ、アクセス稼ぎですかって言われるね。まさにその通りでございます。お金やアクセスを稼ぐためにネットで起業してるわけなんですよ。それ以外ないじゃないですか、それは。まあ、暇つぶしっていうね、人もいるかもしれませんけどね。で、そこで逆にですね、会社にお勤めになってる皆さん、給料稼ぎですか。ね。だから同じことを言われてるんですよ、これはね。同じことですよ。だから、それぞれ自分たちの、その、専門としてるマーケットがあってね、会社員だろうと、ネットビジネスだろうと、なんだろうと。そうやって世の中っていうのは丸く収まってるんでね。しょうがないんじゃないですかね。自分のやっていることを肯定して他者のやっていることを否定する、まあ、その気持ちは、まあ、大いにね分かるところなんですけども、まあけどね、まあ、世知辛い世の中、結局何かで稼いでいかないと、何かで出会っていかないとどうにもなりませんわって話ですよ、社会ですからね。人は一人では生きていけないってやつですか。いってらっしゃい。